黒柿ビールだって、子供は飲んじゃいけないビール。でも、こんなお菓子もあるんだね。早速やってみよう。まずは、アンパンマンの。アンパンマンのコップに、このソーダを入れてみます。こんな感じ。入ってるね。次は、バイキンマンの入れ物に、バイキンマン勘弁してるね。これに、この、黒柿ビールというのを入れてみます。中は、こんな感じ。なんか、白っぽいような黒っぽいような粉だね。入れてみるよ。はい、中は、こんな感じ。ね。最後に、じゃん。コーラ。コーラはみんな知ってるかな？じゃん。あ、同じような色してるね。中はこんな感じ。それでは早速お水を入れてみよう。まずはアンパンマンのやつよ。うわー、美味しそうなソーダになったね。おやおや、もうちょっとかな。シュワシュワ言ってるよ。はい、次は食パンマンよ。これはコーラだね。すごいシュワシュワ言ってるね。これをはい、これ入れます。最後になんと、この黒柿ビールというビール、子供用のビールだね。こんなのあるんだね。入れてみます。どうなるかな？うわー、すごい泡だ。うわー、こぼれるんじゃないこれ。うわー、てんこ盛りだね、これ。ほら。うわ、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 うわ。こぼれそうだ。バイキンマン、あっかんべーしてるけどね。うわぁ、全然泡が消えないね。アンパンマンと食パンマンのやつはもう飲めそうだけど、この黒柿ビールの泡はなかなか消えないぞ。よし、ちょっと混ぜてみよう。うわぁ、すごい泡だ、ほら。すごいね。みんな楽しかったかな？ジュースを飲んだら甘いものだから、必ず歯磨きをしようね。じゃあ、またねー。動画を最後まで見てくれてありがとう。今すぐチャンネル登録ボタンを押して次の動画も見てね。アメリカンコーラ、フレッシュソーダ、じゃじゃーん、黒柿ビールだって。子供は飲んじゃいけないビール。でも、こんなお菓子もあるんだね。早速やってみよう。まずは、アンパンマンの。アンパンマンのコップに、このソーダを入れてみます。こんな感じ。入ってるね。次は、バイキンマンの入れ物に、バイキンマン勘弁してるね。これに、この、黒柿ビールというのを入れてみます。中は、こんな感じ。なんか、白っぽいような黒っぽいような粉だね。入れてみるよ。はい、中は、こんな感じ。ね。最後に、じゃん。コーラ。コーラはみんな知ってるかな？じゃん。あ、同じような色してるね。中はこんな感じ。それでは早速お水を入れてみよう。まずはアンパンマンのやつ。
そうなソーダになったね。おやおや、もうちょっとかな。シュワシュワ言ってるよ。はい、次は食パンマンよ。これはコーラだね。すごいシュワシュワ言ってるね。これをはい、入れます。はい、最後になんとこの黒柿ビールというビール、子供用のビールだね。こんなのあるんだね。入れてみます。どうなるかな。うわー、すごい泡だ。うわー、こぼれるんじゃないこれ。うわー、てんこ盛りだねこれ。ほら、うわ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 、こぼれそうだ。